藤井聡太八冠に菅井竜也八段が挑戦する将棋の王将戦が栃木県で開幕しました。今年初めてのタイトル戦、王将戦七番勝負第1局の1日目は午前9時から大田原市のホテル花月で菅井八段の先手番で始まりました。去年将棋界初の八大タイトル独占を達成した藤井聡太八冠に挑む菅井八段は、かつての王位で平成生まれ初のタイトルホルダーとして知られる強豪です。2人の対局は去年4月の叡王戦以来で、これまでは藤井八冠の9勝4敗となっています。また藤井八冠は2020年の棋聖戦から去年の竜王戦までタイトル戦を19連勝中で、今回防衛すれば大山康晴さんと並んでいたタイトル戦最長連勝記録を更新する20連勝となります。第1局は明日の午後決着する見通しです。